わざわざお前の方から来てくれると探す手間が省けた。この感じどうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じよ。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての師だ。お前にとって俺は兄弟子。同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだが、死は平和を望んでいた。重金属系の毒が使われたようですね。筋肉に作用して細胞を破壊するタイプです。心臓の筋肉が破壊されていつ停止してもおかしくない状態ですから、今から解毒薬を調合しても間に合うかどうか。人の小石の邪魔者がすっかり板についてきて、私が宿泊してんのを楽しんでるな。ナルトは私のことなんて何一つ分かってない。うざいだけよ。サスケ君にいつも絡むばっかりでさ。やっぱりまともな育ち方してないからよ、あいつ。木を見て森を見て、お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ、お前の死が平和へとつながる。デイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではない。ならば力ずくで捕獲するのに。